パウル・フロッシュ王立プロイセン感染症研究所の研究者たち、前列中央がフホ、その右がフロッシュ。パウル・フロッシュはドイツの細菌学者、ウイルス学者である。ベルリンに未婚の夫婦の子供に生まれた。両親はパウルが学生になるまで結婚しなかった。ビュールツブルグ大学で医学を学び、1884年に博士号を得た。 フロッシュの才能を認めた大学の教授たちは、大学での職を提供したが、研究の道を選び、ライプツヒ大学で研究した後、1887年からベルリン大学で研究した。この間、1883年と1886年に、プロイセン陸軍に医師として半年ほど加わった。細菌学を専門とし、ベルリン大学の細菌研究所で無給の、 研究員として研究を続けた。189年に結婚した。すでに細菌学者として世界的な名声を得ていたロベルトコフホに高く評価され、新設された王立プロイセン感染戦研究所の研究員に選ばれた。研究所には、パウル・エールリヒ、フリードリヒ・レフラー、オーギュスト・フォン・ワッセルマン、リヒャル・トップ・ファイファー、カール・フレンケル、エミール・アドルフ・フォン・ベーリング、 エイリッヒ・ベルニッケラが研究者として加わっていた。プロイセン教育省、農務省との協議から1897年に、コッホは研究所で家畜に被害を与えている皇帝液の研究と治療に取り組むこととし、レフラーをリーダーに、フロッシュ・パウル・ウーレン・フートが研究に取り組み、ベルリン獣医学校のビルヘルムシュッツが支援することになった。 不十分な設備の下で行われた研究や実験は、皇帝液がウイルスが引き起こす疾病であることを初めて明らかにし、ウイルス学の始まりとなった。その後もヨーロッパ各地の感染症の対策のリーダーとして活動し、石州症などを受訓した。その後、ベルリン・ベルリン獣医学校の衛生研究所長などを務めた。ドイツウイルス学会は、レフラーと フロッシュの功績を記念して2005年にレフラーフロッシュモダイを創設した。ありがとうございます。